こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、取引を結了させる範囲内では免許不要ですよという免許が必要な場合の例外的な扱いをしているちょっと部分について解説させていただきます。原則ですね、廃業とか免許取り消し処分とかを受けた場合っていうのは免許が失効するんですね。つまり、宅建業を廃業しました、宅建業を辞めました、または、免許取り消し処分を受けました。会社自体が悪いことをしちゃって、免許取り消し処分を受けたと。そういった場合っていうのは、免許が失効しちゃうんですね。免許が失効するってことはどういうことかっていうと、もう宅建業を行えないっていう話なんですよ。ただし、例外として、取引を結業させる範囲内では、免許がなかったとしても、宅建業が行えるということになるんです。じゃあ、この取引を結了させる範囲内ってどういうことなのか、これについて今回解説させていただきます。これちゃんと理解していない人意外と多いんですね。だからこういった部分をちゃんと理解をしていくと、意外と、法律の内容っていうのは簡単になってきます。法律の条文ってすごく難しいんですよ。難しいっていうのは言葉が難しいんですね。今回もこれもそうですよね。結了させるとか。こういった部分をちゃんと、分かりやすく自分なりに噛み砕いて理解をしていくと、どんどん理解が深まって忘れにくくなります。これが理解学習なんですね。なんでぜひですね、理解してください。ちょっと今回は具体例を出します。例えばなんですけども、業者 A、宅建業者 A 社がありましたと。まあ人でもいいです。A さんでもいいんですけども、個人事業者で A さんでもいいんですけども、まあとりあえず、宅建業者、まあ A 社にしましょうか。会社 A っていうのがあって、8個の土地、8個の土地を B から I までの8人と売買契約を締結しました。B、C、D、F、G、H、I、J。J までですね。J までの8人と売買契約を締結しましたと。で、その後 A 社が廃業しましたと。廃業したらこれ、もう宅建業を行えないんですよね。行えないけれども、例外的に取引を結業させる範囲内では免許不要なんですよ。つまり今、宅建業を行えるって話なんですけども、じゃあ取引を結業させる範囲内って何かっていうと、取引したのはこれですよね。これを結業させるっていうのは、完結させる、終わらせるってことなんです。これまだ実は終わってないですよね、この取引って。どうなったら終わるかっていうと、売り主が代金をもらって、で、かつ、買い主が、この人たちですね。買い主たちは、この土地、引き渡してもらって、でさらに移転登記を、してもらうと。登記を自分たちに移してもらう。これで取引は完了するわけですよ。取引結了。これは取引を完了させるって言い換えると分かりやすいです。つまり、A 社が行う引き渡しとか移転登記。これが取引を結了させる範囲内の行為なんですね。これは免許がなくても行えます。じゃあ、ここで一つ疑問が湧いてくる方もいると思うんです。それは何かっていうと、これ廃業してるのに、A 社はこれお金もらえるのっていう話なんですよ。A 社廃業してるわけですよね。これ、A 社廃業してるってことは、これ会社なくなってるんじゃないのって思う方いると思うんですけども、実は廃業っていうのは会社はなくなってません。ここすごく重要です。意外と勘違いしてる方いるんですけども、廃業っていうのはあくまでも宅建業を行わないだけなんですよ。この廃業の業っていうのは宅建業の意味ですね。業を廃止する、業を辞めるだけなんです。宅建業を辞めるだけなので、もしかしたらこの業者は、不動産の管理の、仕事は やり続けているかもしれないし、もしくはリフォーム事業を行っているかもしれない。つまり、A 社自身はまだ存続はしているんですね。だから、お金をもらうっていう、そういう権利は引き続き持つことができるということです。だから、引き渡しとか移転登記をしたら、それに伴って、B から J の買い主っていうのは、A 社に対して代金はちゃんと払わないといけないし、A 社はその代金もちろんもらうことは可能です。ここまで理解しておくと、すごく、わかりやすいんじゃないのかなと思います。あ、そういうことを言ってたのか。いろんな疑問が解決されるんじゃないのかなと思います。なんでこれ具体例ですね、頭に入れていただければと思います。そして弊社レトスは個別指導を行っています。このように理解をしながら学習する、具体例を入れながら学習していくのが個別指導なんですね。で、こういったものがちゃんと理解できていると、すごく忘れにくくなります。多くの方が覚えてもすぐ忘れる。これっていうのは具体例が分かっていなかったりとか、理解していなかったり、そういったのが原因なんですね。
なので、これまで具体例だったりとか、理解とかせずに頭に入れていた。とりあえず、解説とか、テキストに載っている内容とかを文字だけで頭に入れていた。まあ、そういった方はぜひですね、今回をきっかけに理解学習実践していただければと思います。で、もし自分自身で理解学習、理解をしながら学習する、具体例を考えながら勉強する、イメージしながら勉強する、そういったの難しいなって思う方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。次の試験の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。